今だから弁当疑ってる。いや、とんでもない、とんでもない。酒屋さんの目の前で弁当入る、とんでもないって。天望いました？いた、100いた、100いた。左上いた。あ。足場で切りくるたまないきついよな、これ。これがムラリです。なるほど。という白アピってことですか、インポスターでの。ちょっとじゃあ、ちょっとあの僕が押したんで言っていいですか。はい。ダメです。危ない気がする。もう追放決まりなんで。僕よりも早くスナパイさんがついてたんですよ。はい、うん。でも僕が押せたっていうのはなんでだろう。タスクやってたんですか。ついてたんじゃなくて、僕が一番奥のタスクをやろうとしていて。あ、そうなんだ。見えてました、スナパイさん目線。あ、僕はスナパイさん見えてる。僕前にスナパイさんがいるから、スナパイさんよりも早く押せたらいいなと思って押せたんですよね。僕がはしご登り始めたぐらいで、ドアから入ってくる感じでした。僕のボタンを使わせたんでしょう。投票してやる。まあ、そうですね。じゃあ僕から話題の提供なんですけど、はい、ポテハシさんとグルタミンさんはこのマップ楽しいですか？え、うん、楽しいですよ。ドアが開ければ楽しい。開ければ楽しめてたら何よりです。好き。あ、よかった。うん、危な。え、なんで？まあ、日頃の行いとかね、もろもろ。まあ、先端あるのはオラフ君。おお。僕スキップ入れました。ちょうど30秒ぐらいかな。はい。ちなみに誰なんですか、プターさん入れたのは。あ、ヒャクロスです。僕もガチスキップ。ヒャクロス入れました。ヒャクロス、グルタミン。グルタミン、フジ投票。フジミヤ。え、僕も自投票したよ。あれ？じゃあ、嘘つきいるわ。嘘つきいるな。嘘つきますか。スナパイさんの全部外れてんじゃん。え、初めて頭入れてないのね。じゃあ全員外してある。不当な黒塗りですよ、これは。プロスナパイさんによる。そっか。まあ自投票してないんで、これは投票藤目さんが黒ですね、これ。いや、僕入れてないんですよね。一票減ったね。自投票しました。入れました。入ってる。謎の時間。じゃなかった。ね。あら。10秒以内ぐらいだと思います。停電治った直後に心電図を見たときは死んでなかったです。じゃあオラフ君は絶対白です。でなかった。ああ、オッケーです。
じゃあピカクロスさんも白かな。これ目撃最後一緒にいるから。はい。かな。メインホールの2人ぐらいすれ違ったんですけど色が見えなかったですね。あ、多分それあれだな、ピカクロスとエロちゃんさんじゃないかな。じゃあその2名かな。うん、アーカイブらへんにいましたね、はい、あとスナパイさんもドア越しに見えたかな、はい、アーカイブの左側の、はいはい、あ、はい、ではだいぶ前か、直近10秒ぐらいだと思うので、停電後からずっと一緒にいるならば、うん、白です。あ、じゃあピカクロスさん無理だと思います。から一緒で無理なんだったら、え、ピカさんはなんかうねってますけど、いや、私目線センターさんは正直わからんかな。センターさんよりも前にいたのは事実、メインホールで。ああ、でだから、それでアーカイブめっちゃいるんで、まあまあ、間接的に多分白正面できると思います。はい、あと、昨夜さんとか。3人はいたかな、うん、あと、エロちゃんと昨夜さんとスナパイさんにも会ってるんで。グルタミンさんは武器庫で、オラフ君はキッチンで、僕が展望台です。うん、テハシさんのスタートは分からない、分かんない、キッチンではないと思っている。メインホールではなかったはず。エンジンでもないです。エンジンでもないか。じゃあアーカイブじゃない。確かアーカイブ、いや、アーカイブにはいなかった。最終アーカイブ見る3人が見てないし。じゃあ貨物、あ、まあ確かに。貨物ラウンジ。いや、貨物いないです。僕、貨物です。え、じゃあどこにもいない。宿舎前。宿舎前か。金庫。ああ、なるほど。でも俺、このターン、金庫、宿舎前って取ってるんだけど。じゃあ、あれ時間差とかもあるから。そうか、飛び降り飛び降り昇降機いろいろと嫌になりすぎでは、いろいろと嫌になりすぎではそれはもう踏み外すバトルは。ちょっと冷たいかなと思って、単体でリスポーンしてる人を洗いたいですよね。そう、僕と貨物室、僕とキッチン一人ですか。キッチン誰でしたっけ。俺は湧いてる絶対。俺もいました。グルタミンキッチン、エロちゃんで、エロちゃんってキッチンで湧いてアーカイブで見てるんですか。うん、停電なる前くらいからエンジンルーム、メインホールって言ってる。うん、で最後シャワー取ってアーカイブだね。うん、下から来てるのは見てる。え、じゃあエロちゃんは無理なんじゃないですか。うん、おそらく無理って言ってもらえるんであれば。てかどこにいるかが分かんないから、俺別に白証明ならないと思ってるけど。今はプテハシさんがどこ脇きしたかの議論なの。そうですね、うんで。キッチンに2人いるなら、まあ、チームは考えづらい。あとはエンジンルーム、はい、エンジンがアルマさんとラフ君、いや、スナパイさんも3人、スナパイさんもすぐ移動してから誰が来たか一人も見てない。エンジンはでも省いていいと思います。3人で見てないんで、サクヤさんはどこ脇ですか。メインホールだったんですか。いなかったと思います。サクヤさんメインホール、まあ中央だったら誰か見てるかな。1人で湧いてるのがサクヤさんとセンターさんの貨物、いや、ね、メインホールピカクロスも湧いてるはず。じゃあ先端さんだけですか。僕だけか。僕そうだ、藤宮さんとトイレで、ね、トイレで会います。そう。僕アーカイブ脇でアーカイブラウンジ貨物診察エレキなんですけど、あ、まあ、その時そうだ、ラウンジでバイタル見てるから僕プテハシさんが右にいないことを藤宮さんが証明してくれるわ。でそれ以降僕アーカイブより左側行ってるから、でスナパイさんとかと会ってるから大丈夫だ。なると、ん、じゃあキッチンとかになるの。キッチンは100ないと思いますけどね。僕とオラフ君とグルタミンさんがその辺いて、で僕は最終10秒くらいは展望にいたんでアップロードしてたんで、じゃあ宿舎じゃないですか。やっぱ宿舎から
通ったよ。ミーティングとかに行ったんじゃないですか、すぐ。あれ、オラフ君視点、僕、白出せない感じですか。いや、多分無理だと思います、実感的には。うん、でもそれやったら、藤宮さんの情報がそもそも間違ってるとか、それはないんですか。まあ、それも、まあ、あるとは思いますけど、まあ。嘘ついて、藤宮さんが相方です。藤宮さんが電気で切ってるとかあるよ。うん、それもちょっと思いました。まあ、それもあると思います。はい、疑われてんな。はい。まあそのリスポーンは結局絞れてないので、その僕の情報を浸透するならば、その停電明けからの犯行なので、はい。結局それで白が取れるのがアーカイブにいたスナパイさんは。でしたっけ。僕はね、エンジン脇エンジンタスク、宿舎前通路金庫室宿舎前通路昇降機アーカイブ終了で、アーカイブ入る前に停電が始まったので昇降機で停電直したのが俺。一方的な白は結局誰が、エロちゃんさんは白になるかな、多分。エロちゃんは無理ですね、結局間にいるんで、うん、僕そう、スナパイさんがいるし、まあ、グルタミンさんも無理ですよね、僕とアロマさん目線だったら厳しいかな。10秒だった最初どこに。そうね、だから左じゃないんだったらそうじゃないですか、うん、いや、左だったら絶対見てると思うんだよ。そうですね、誰か。そうだね、左でこんだけみんながうろうろしてるから、うん、あ、だから、まあ、僕目線だと、だから、スナパイさんの話によると、藤宮さんが切り捨てて、バイタルの話を嘘ついてんじゃないかって話、ついですか。僕、藤宮さんか先端さんだと思ってますけど、今回の切る。でも、停電後ですよね。いや、僕は無理です。僕が狼の場合、藤宮さんと二郎です。ただ10秒以内なんで、金庫とかにあるって喋るんですけど、はい、僕がエンジン宿舎金庫宿舎昇降機からアーカイブって入れてるのは、横移動する機械が左についてたからです、はい、つまり、もし宿舎前通路で湧いてるんだったら、プテハスさんが下に降りてれば当然エンジン脇の3人の誰かが目撃しているし、うん、右に行ったんであればミーティングルームにしか行けず、昇降機から右に行った形跡が残っていないんですよ。うんうん、だから宿舎前通路脇は否定できます。なるほど。狙ってくるとやっぱり単純ミーティングで作家さんが切ってるっていうのは誰か否定できるんでしたっけ？切ってもできないとは思いますけど。はい。それは否定できないけど、多分誰かとすれ違ってんじゃないかなって気がする。作家さんってメインホールら辺で僕とすれ違ったって言ってましたよね。そうですね。メインホール多分ピカさんと。その後エンジン宿舎って感じで鳴らしていってるんですか？そうですね。なるほど。ミーティングで。まあちょっとあんま絞れてないフラットに見た方が。うん、いやでもフラット。ミーティングで否定できる理由があって、初手ピカさんボタン押してるからミーティング理由がないですね。タスクじゃない？っていうのも全然考えられると思いますけど。なるほど、なるほど。閉められた。稼いで、早く直したいな。シュッ、んー、シュッ。内部、はい、はい、ナイスボタン。うん、なんか話を統合すると、そう、推理を積み重ねた結果、倉庫にならない、貨物室にならないかって感じの雰囲気は感じるね。まあ、右下貨物、もしかしたら時間差とかあったのかもしれないかな。もちろんもちろんもちろん、藤宮さんのに情報偽の場合、僕と藤宮さんの二郎になりますからね。中身いますけど、まあ先端さんをトイレに見かけただけなので、あ、だから、違う、だから伏見屋さんがクルーメイトの時、はい、10秒以内のキルじゃないですか。で、僕はアーカイブから、
赤目何人かすれ違っており、メインホールでピカクロスさんといるその間も15秒ぐらいあるんですよ。なので僕は犯行が不可能なんですよ。だから藤宮さんがキルしてて、僕が貨物室で本当はプテラタカスさんを見てたけど、嘘をついていなかったって言ってるのしかないんですよ、藤宮さんの情報が偽の場合ね。うん、最初でしたっけ、私の最終位置、メインホールていうか、ごめんなさい、藤宮さんの情報が偽だった場合、相方が先端さん確定ではないと思います。さくやさんも悪くないです。藤宮さんが嘘をついてた場合ってもっと広がると思います、容疑者。だし、僕がちょっとごめん、リスポーンの時間がずれてたとかいう可能性もある、一応。あ、ね、まあ、でも、その時ってメインホールのさくやさんの一人のキッチンのあれですよね。メインホールでも脇はピカさんも最初浮いて積まれてて、最後ボタン押し直前とかでその視界外とかでちょうど切られたっていうパターンもあるのかなと思うんですけど、メインホール直前でだって10秒以内ってじめさん言ってたのに、そのボタン直前とかでその10秒前に、けど壁締めが行われてた気がします。じゃあだからその宮さんが言ってるのは、あ、そかそか、少なくとも10秒か、失礼です。そうか、10秒前確定じゃないか。停電後に1人だった人っていうのがポイントなんじゃないですか、そこは。そうですね。うん。だから、お互いいましたよねっていうのができるんだけど。まあ、アルマさんは無理かな。藤宮が嘘ついてない限りは、白証明出せんじゃないっていう話だと思ってるんですけど。いや、これもう1キロ待って人だ。まあ、それがなかなかあんま出てないっていうのが。まあ、そっかそっか。うん。いいキレだな。ちょっと、絞り切れる気がしないです。そうですね。うん、まあ、切る待ちで俺もいいと思うわ。タスク進んでますからね、かなり。うん。うん。よし、いや、いい、いい、いいね。死体位置を隠しつつ。いいキルできたな、我ながら。あ、キルしたな。あ、ドア厄介だな。インポスターだったら速攻直せるみたいなのあったね。はい。あれ？はい。直近じゃないですか？アルマさん、アルマさん、これは俺に一言いい？はい、あ、どうぞ。俺さ、今アーカイ、あ、どうしよう。まあ、アルマさんからでいいや、とりあえず。シャワー室のタオル入れるところの下で死んでました。で、僕の時系列を説明すると、初手メインエレクトリカルから右時計回りなんですけど、ラウンジでオラフ君とエロちゃんとすれ違って、で、あ、ラウンジじゃねえ、ごめんなさい、アーカイブか。で、アーカイブの下の本棚のところでスナパイさんがいました。で、それを通り越してシャワー室に入った瞬間、レポートが光って押したって感じ。じゃあ、これの話ね。俺、シャワー室で理念を片付けてました。はい。で、その時左上のタスクをオラフ君がやってました。重なるようにピカクロスもタスクやってました。で、その後カフェ、アーカイブに入りました。アーカイブのタスクやってました。アーカイブのタスク終わった瞬間にレポートボタンが光ったけど、目視できる範囲に死体がありませんでした。探そうと思って上に行った瞬間、右から来たアルマさんがそのまま下に降りて死体発見で、その前にエロちゃんが下から上に上がってラウンジ方向に抜けていきました。おー、いやでも一緒に行ってましたよ俺。結論はエロちゃんがやった可能性がかなり高い。僕視点はそうです。あ、マジ？でも一緒にいるとこ見られてますよ俺。待って、俺一緒に動いてるの見られてますよ、グルタ。ごめんなさい、僕が見、オラフ君はどっちからラン、アーカイブの右のドア行きました、はい、シャワー室の左上のタスクからアーカイブラウンジっていうふうに、シャワー室の右は通ってないね。その時グルタミンさんは見てない。グルタミンさんは、グルタミンさん、なんかアーカイブとかで見たような気するんですよね。あれ違うかな、シャワー室、なんか黒はいたような気します、うん。なんか俺も記憶曖昧になってきたな、わかんねえや。ごめんなさい、実視点で単純な話をしたら、もちろんスナパイさんが一番怪しいんですが、うん、はい。スナパイさんは、俺と、グルドミさんがすれ違ったタイミングで下に向かってたんで、その前に俺、ピカクロスさんと、
メインホールですれ違ったんです。まあ、富士宮昨夜センターの話もしてないので、そこにの可能性も。どうぞ、金庫室います。で、オラフ君とメインですれ違ってるんだと思います。これから言えるのは、アルマさんじゃないってことだけだ。富士宮さんと僕、キッチンなんで、無理っす。オラフ君目線だと、多分スナパイさんの白って拾えない。なんかそんな気はしますよね。うんうん、僕も。もう一回押しましょう。またボタン押されたら喋れます。はい。はい、うん。とにかく、地図れじゃ。頑張れ、エロちゃん。地図れだ。ここはキルしない方がいいな。止まりそう。ダメか。はい。そうだな。オラフ君の話を。あ、僕視点だったら、はい、シャワー室のところにピカさんとスナパイさんが一緒にタスクしてて、僕はその後左のタスクをして、でスナパイさんがアーカイブのところでいたのを見て、僕はラウンジの方行ってます。はい、拾うとかは拾えない。うん、その後シャワー室で危惧して戻って、うーん、ちょっとね、俺の記憶が曖昧なんだ。でも時間的に、でシャワー室の奥かな。場所どこですか。まあそうなると思うんですね。場所どこの奥、どこでしたっけ。下、タオルの下です。タオル入れる、タオル入れるところの下らへん。あ、そこなんだ。左上ですね。あそこだったら全然できますかね。うん、アーカイブの下でスナパイさんを見て、僕はラウンジ行ってるんで、アルマさんはそのシャワー室から上がってくるスナパイさんを見てる、それともアーカイブの、違います、アーカイブの本棚にいるスナパイさんを見てます。で、スナパイさんじゃ なさそうだなって思うのが、まあ門番するつもりだったら分かんないですけど、まあ言ったら死体のレポートが光るような位置で立ってて、本当に多分タスクやってる時に誰かが切っていって、で最終タスクが開けて光ったっていう分の方が筋が通ってるかなとは思います。あ、じゃあ、うん、なるほど。え、じゃあエロちゃんさんってことですよね。エロちゃんさんがキルしてそのまま僕が追跡して、まあそう言われちゃうちゃんの方がと思うので、って思ってます。はい、そう言われちゃうと思うんで、俺喋りたいんですけど、はい、シャワー室の俺が、グルタミさんと一緒にいたっていうのを見られてるんですけど、グルタミさんが、アーカイブからシャワー室に下がってきて、で僕は、シャワー室からアーカイブ上がってるんですね。で僕が見た時はグルタミさんのシャワー室入って左側の配電かなんかのタスクをやってたんですよ。でその3秒前ぐらいにピカクロスさんと僕はすれ違っているので、僕がやるのってかなりリスク高いと思うんですね。ん、待って、そしたらあのエロちゃんさん目線だとスナパイさんってどの位置にいました？うん、アーカイブのど真ん中にいたと思います。で僕そのまま、ラウンジの方抜けてるんで。じゃあエロちゃんさん目線スナパイさんできなくないですか？できないと思いますよ。だからセルフかなと思ってるんですけど。ピカさんは誰か白を証明してるんです。ピカクロスさん。ピカさんはもう抜けてるのは僕も見てます。ああ。うん、はい、アーカイブ行った時にはもういなかった。あ、僕タスク終わってるんでサボタージュ直します。ボタンやばいんじゃないか。確かにやばそうっす。いや、全票入るかなと思ったんだけど、いやスキップ入れた方がよかったな。道連れってどれがいいんだろうな。停電の方はまだいいのかな。好きない、好きなさそう。
武器庫の上の方で扉開けたら死んでました。はい、ピカクロス目撃情報あります。はい、初手キッチン脇したのが僕とエロちゃんで、で、はい、僕はデッキでタスクやった後セキュリティに向かう道すがらキッチン側にセキュリティから走ってくるピカクロスを見ていて、でセキュリティのタスクやった後電気室から今メインホールに上がるところで今ボタンが鳴っているので、僕視点は限りなくエロちゃんが近くにいたもんだと思ってます。でオラフ君と藤宮さん絶対無理です。そうですね、すれ違っても無理な、俺になっちゃうんですか、これ。センターさんは僕金庫室ですね。え、俺になっちゃうんですか。俺オラフ君と藤宮さんとシャワー室かなんかで会いませんでした。会いました。うん、で、電気室で僕とピカクロスさんすれ違ってるんですよ。でその後おそらくセキュリティの方行ってると思うんで、ああじゃあ俺の方が怪しいわこれ。いやでも僕はエロちゃんだと思うけどな。1個前の議論がまあ破綻してるというか、スナパイさんが僕に白出しをしていて、いやちょっと待って、マジこれ俺になっちゃうの。最終どこなんですか。待って待って、場所どこでしたっけ。武器庫の上。聞こえですよね。僕シャワー室から今アーカイブ通ってラウンジのとこにいるんですよ。そんな時間あります。もしかしたらなんですけど、僕初手のプテハシさんがミーティングで作家さんに殺されてたら、今回のが作家さんのセリフで、僕のセリフ多分アルマさんがなかなかないと思ってくれると思うんですけど、その場で一緒に。あ、今のヒルですか。はい、今のヒルは、はい、そうですね、時系列的にスナパイさんの話を信じるのは、作家さんは結構リアクターにずっといたんで、まあ無理だと思いますよ。ああそうなんですね。はい、いやちょっと待って、藤宮とオラフ君にはちょっと思い出してほしいですね。最後の方は見ましたけど、はい、うん、15秒ぐらい、まあ、キルクール的には厳しいかなと思うけど、うん、キルクール的には無理っぽいな。結構前でしたよね。まあでも、うん、怪しいけど、まあ釣りまではちょっと怖いあーっていう。まあ6、7だからね。ローラーで誰かもう一人黒い人も釣りたいぐらいですけど。確かに。俺スナパイさんだと思っちゃったっすけど今。ちなみにエロちゃんの視点ではもう僕とスナパイさん二郎になってるはずです。昨日セルフを疑ってるのであれば。あ、釣らないのか。いらっしゃいました。ボタンないね。ロラするボタンもないと。いや、これはもう一人容疑者がいない。これちょっとボタン持ってる人、ボタン意識高めでお願いします。よしよし、耐えた耐えた耐えた。チン。閉める。時間稼ぐしかないな。手こずれ。作家さん手こずれ。ナイス、うん、ちょっと一つだけ気になったことあったらいいですかね。はい、僕展望デッキであのアップロードやってたんですけど、一応展望デッキにセンターさんもいたと思うんですけど、はい、そのダウンロードアップロードが終わった瞬間にもういなくなってて、かつドアが閉められてたんでどこ。いや、いますいますいます、中いる中いる中いる。え、どこに、キッチンいました。いや、展望展望。あ、展あれさっきセンターさん金庫いませんでした。うん、あ、じゃあ今です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 今だから弁当疑ってるって。いや、とんでもない。とんでもない。酒屋さんの目の前で弁当入る、とんでもないって。て、天望いました？いた、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 100いた、100いた。左上いた、左上いた。もっと言うと35秒多分経ってないです。うん、まあ。それこそ弁当に入る意味がない。意味がないですね。びっくりした。いや、今、僕、画面いなかったでしょ。あれと思って。どこ行ったの？います、います。あ、大丈夫です。あ、もう他の話しましょう。せっかくなんで。サントラフ君しか。え？あ、さっきスキップって4票です、ね。藤宮スキップしました。僕入れました。モルブスキップしよう。エロちゃんつっていいと思うけどな。だってマジで言ってる？え、だってエロちゃんの視点で僕とスナパイさんの二郎になりますよ。僕を疑っていて、セルフを疑っていてグルタミンさん起動でスナパイさんが僕に白出しをしているので、ここの二郎になりますエロちゃんの視点だと。スナパイさんってもうアルマさんセルフないの証明してるんでしたっけ。アルマさんが来る前にレポート画面がレポートボタンが光って、そっか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 。で俺は分かんなかったからアーカイブの中を探しに行こうとして、だから死体から逃げてる構図にアルマさん視点になっちゃうんじゃないかって言って焦って、はいはいはい、怪しいにとどまると思うんですけど、一応センターさん金庫で浮いてはいますよね。そこ否定ができない以上は僕はそのエロちゃんだけ一本釣りっていうのは怖いなって思ってて、まあそうですね。うん。
まあ怪しいとは思ってるんですけどね、エロちゃんもう一郎確定だと思うけどな。エロじゃあ相方って誰になりますかね。藤宮さんかな。あ、僕か。エロちゃんさん、藤宮さんか。藤宮さんかな。初手、ああ、まあ初手僕ってなったらあれですけど、うん、僕じゃなかったとしたら、まあでも僕は。でもな、それだとすると貨物室に湧いた先端の嘘がなくなるっていう線になるし。そう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 。いやマジで釣らないでほしい。やっぱタスクを本当に全力でやるのが、うんうんうん、あれかなって思っちゃいます。怖いなこれ。まあ、怖いですけどね。怖いけど俺して俺がスキップ入れちゃってる。助かった。わざわんちゃるわざわんちゃる。アーカイブ。停電。どこでやるかな。もうエレクトリカルとかシャワーとかでやるしかねえな。いねえ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 。やべ、会えねえ誰にも。藤宮さんが死にました。これはどうでしょうかね。とりあえず死んでるのはコックピットです。リアクターの方でヌーンをスナパイさんに譲ったので、まあ僕ちょっと暇になるんでアドミン見に行こうと思ったらコックピットで死んでおりました。ヌーンを奪って丁寧に直しました。ヌーン奪われて立ちぼったちユニコーンしてました。で実施点でスナパイさんと桜屋さんに白を出せます。僕は最後メインホールです。どこだっけ、貨物室脇で心電図、エレクトリカル行ってそのまま、上ルートで、メインホールっていう風で最終的に。ああ、そっか、赤いです。ごめんなさい、アルマスナパイの二郎否定は昨夜さんができると思います。今回の今回できます。2人とも無理ですよね、僕とスナパイさん、はい。あ、じゃあもう。まあ、だったらもう先端さん、エロちゃんさんか。僕もそう見えちゃいますね。さっきで。で、どうあがいてもエロちゃんさんは釣りたいです。うん、今日はエロちゃん。はい、二郎否定できて、オラフ君視点で先端エロちゃんとは限らないよ。あ、マジですか。うん、うん、今回のキルができない。そうそう、二郎が否定できただけだから。あ、そういうことか。はい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 、はい、あ、オッケーですよ。あ、てか僕って否定できなくね、桜井さんして。僕最悪セルフがあるのか、最後の最後あるよ。最後は セルフありますけど、さ、ちょっと一個前のリアクターの件があるので、まあ他の人に比べたら白いかなと思っちゃうけど、まあ、ゼロじゃないですね。ゼロじゃないけど、限りなく。アルマさんの行動。あ、僕はずっとヌーン使って、ヌーンがないと一人でリアクター2個直せないので、ヌーン独占してました。で、最後に動く、そうです、動くあのことです。はい。で、ただまあタスク勝ちも視野に入れるためにスナパイさん使いたそうにしてたんで譲りました。僕はボッタチユニコーンでした。まあ疑い主義に俺だと思いますけど、酒井さんの話聞きたいかな。僕目線さっきので藤宮さんとオラフクの白が取れてると思ってるので、エロちゃんさんと千田さんの二郎に見えちゃいますね。今回アルマさんとスナパイさんほぼほぼ。さあ僕一個いいの出せるわ。僕ずっとヌン乗ってたからキルクルたまんないっす。一生動かしてました。先端さんかなと見えちゃいます。会えんかった誰にも。いやー、キルクルきつ。無限リアクター編の方がいいんじゃないこれ。弁当行くしかねえな。
無理だな。ナイスファイト。ああ、申し訳ない。え、じゃあ誰がやスキルでしたね。僕ですよ。先端。あれ無理じゃない先端さんって。違うね。俺ね、その初で先端がアーカイブで扉越しに俺見たって言ってけど、俺は先端の姿一個持ってない。あ、そうなんだ。いや、見ましたよ。本当にいましたよ。いたはいた。ラウンジとか貨物とか。いたいた。あのトイレですごく申し訳ないですけど、藤宮さんの記憶違いで多分体内時計が多分もっと前に殺してます。あ、そうなんだ。トイレの中で殺してます。あ、じゃあ光らなかったってことですか、藤宮さんは。僕とすれ違った後ってことですか。そう。その後に貨物から来るプテアさんを殺し、アーカイブに行ってスナパイさんとかエロちゃんとかに会って、シャワーメインですね。そう、僕だからずっとエロちゃんセンターを追えなくて、藤宮さんだと思ってました。そう、1キロ目がどっちもできないからそう無理だよなと思って。でも藤宮さん死んだから、情報死んだったから誰がやったんだって。エロちゃん申し訳ない、マジでね、まあ、誰とも会えんかった、あそこで。そう、自分黒いな。1キロ目のハッキンがいなくてマジ誰がやったんだって思って。え、あれってさ、どこで湧いたんですか。僕はどこで湧いたんだ。貨物です、貨物貨物です。貨物さんがどこで湧いたんだ。スレションしてたらやられましたね、センター。そう、あれめっちゃいい反論だったと思うんだけどな、藤宮さんと僕の二郎になっちゃうっていう。そう、だからめちゃくちゃなんかラインを繋いできてる感じが怪しいなと思ってたんですよ。ガチで分かんなかった。そう、全然思えなかった。いや、よく見に来たなぁ、アルマくん。いや、僕あれたまたまですよ。アドミン見に行こうと思って。あと3秒の移動したのに。別にコメント見ても、心電図情報は、まあ、停電後にいて、光ってなかったんで。いやぁ、キル、あと、惜しかったっすね、武器庫も僕ですね。武器庫も。アルマさんの発見がないっすね。僕で。やられましたね。ピカクロさん、キルも僕で。あと、どこだっけ、シャワー室がエロちゃんで、そう4キルかで、コックピットで、そうそうそう。いやでも惜しかった、なんかめちゃくちゃ議論がね、伸ばされてって。そうだって最後ボタンなかったはず、ね、うん、うん、確かにみんなできそうじゃできそうでしたもんね。いやそう、1キル目がマジで本当に誰が、うん、だから僕最後の最後までマジで犯人分からなくて、もう1キル目かね、なんか想像つかなかった。エロちゃんも先端さんも弾いてたんで、1キル目僕もう誰がやるか分かんない。結局のところ出現位置を洗った結果、私は先端さんあたりが嘘ついてんのかなとは思って、先端さんが嘘ついてるか見逃してるかのどっちかかなと思ってたんですけど、決め手ではないんですよね。先端が嘘ついたとして、先端の行動履歴に人がいっぱいいるからさ。そう、確かに僕絶対不可能だと思ったけど、めちゃくちゃ議論をそらしまくってました。なんかふわっとしてましたよね、なんかすげえ、うん、分かったあれは。これでこんな今のがね結構良かったけど、やっぱタスクがで勝つんですね。そう、なんだかんだやっぱ、いやータスク、いやマジでね、会えなかった、ずっと、ね、後半会えなかったよね。いや一番最初ぐらいじゃない。弁当帰って、あ、これそう、エロちゃんがエンジンで左行くの見えて、弁当の中でこれ多分誰とも会えてないっぽい動きだなと思って。あ、なるほどね。いやでもなんとか会わないとと思ってめっちゃ探したんだけど全然いなくて、ヒロイがゆえに、いやそれがね、このマップマジで前半めっちゃね、いい流れだったんですけど、ワンチャンありましたね、本当に。後半マジで会えんかった、ずっと。7人盤面ぐらいで、あのエロちゃんさんに結構入ってて釣れなかった盤面あったじゃないですか、はい、あれ切り抜けたのが見事でしたね、うん、はい、あそこでかかったですね。なかったんだ。いやでも7人場面だったからね、ちょっと怖いですよね。怖いか、対抗位置もようわからなかったし、色の視点だと見えてるところでキルしてることになるからなっていうのも、うん、あ、いやでもギリギリ見えなかったっすかね、うん、あ、俺が多分その時はアーカイブの真ん中に真ん中にいたから、そうですね、うん、誰だって感じですね。俺の目線だと、その下の棚にしまいに行った時に、うん、棚のタスク開く直前にピコンって光った気がしたの。だから、なるほどなるほど。でファイル入れて死体探しに行こうと思って、でタスク画面閉じたら、光ってるんだけど死体が見えないのね。上かと思って上に行こうとしたら、アルマさんが来て、やっぱこれアルマさんが俺の
でも、スナパイさん議論展開がすごいクルーに見えたんで、あそこでスキップしたのもクルーっぽいな。そうっす。インポスターだったら絶対入れるから。そっか、議論規定がクルーに見えたのか。昨夜さん、ちょっと。とか言わなきゃいいんだね。はいはい、昨夜さん、僕入ってないっすよ、僕弁当。とんでもねえこと言い始めるの。あれどこいるんだろうと。僕はもう、左上で、昨夜さん殺すためにずっと待機してましたよ、あそこで。真横で。キルクール稼いでましたよ。話してなかった俺釣られてきてるから助かったか。画面から見逃してました。すいません。運が悪かったな。運が悪かったっすね。もうちょっと育ってれば全然あります、ね、武器子もエロちゃん疑われちゃったのがちょっとな。あれも運が悪かったな、うん、いやナイスファイトでした。ナイスファイト、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 良きゲームでした。ナイスファイト、ナイスファイト。え、何ですか？ナイスファイトさんって誰のことやった？藤宮さんですよ。藤宮さんです。藤宮さんもとんでもねえミスしてもナイスファイトって言いますからね。どんな状況でも自分が煽りにしてもナイスファイトって言います。いや、自分でなんかとんでもねえミスしてもナイスファイトって言って空気を温める。いい人。ごちそうさまでしたレベルの挨拶ですから。なるほどね。トイレで死体があったのに。